はい、ええー、十一月一日の毎日動画を撮ります。動画を見ていただきましてありがとうございます。荒井健二です。えっ、ー、と、今日はですね。午前中は、あの野球に行ってまいりました。でえっ、ー、と、すごくね、えー。すごい遅刻しました。起きたら、起きたら、十時四十。 分ぐらいって,って野球スタート10時なんですけどああやってもうたと思って <laughs> すいませんでした、ね、あの <laughs> 遅刻してましたですねまあ行って野球してたんですけどまああのー、ねあのーまあ、バッターボックス立ってん,んで2回目の打席やったかなもう信じられないぐらいいっぱい いいボールを投げられましてですね見事見送りの三振をしてしまうっていうことがあったんですけどやっぱりこう衝撃的なことでした、ね、<laughs> なんか最近野球やってたらあの分かってくるんですよあここら辺のボールやったらこれあのボールになるやろうなとかでここら辺やったらストライクやろうなって分かってくるんですけど。 もうどっちか分からんボールってほんまにどっちか分かんんないんですよねだからもう体がう動かないんですよねあの固まっちゃってどっちってなってるうちにもストライクのコールされてたようなことがあってまあそれもねあの野球を、まあ、言ったらやってある程度のレベルに行かないとそのボールかストライクかっていうのを見極められなく いいんだろうなと思ったんであ俺もちょっと成長してるんやっていう意味であのー、なんていうんですかねそのボールはすごく僕にとって衝撃的なボールでしたえ何の話と思います僕も思いました今の話して,て <laughs> ででその後あの何、ー、やろうもう一個いらん話していいですか <laughs> もう一個いらん話あるんですけどあのー まあそういう野球から帰ってる最中に僕の家の裏って今あの空き地になってるんですよ空き地であの結構もう東京ドーム1個分ぐらいのあの空き地になるんですけどあんま広い空き地やなと思ってこういつも見ててでその聖地っていうかなこう土とかを一回回た掘り起こしてとか岩とか取り除いてきれいになってるんですよであのー まあそういうい現場も見てたんであ「土がいっぱいあるわ」言ってえ「土いっぱいあるわ」思ってたんですよ。であのー、今日帰ってる最中にねあのー、その空き地が見えるんですけど雑草生えて,ん生えてるんですよね、うん、雑草がわーってもう生えてきてるんですよもうこの時期わーって言ってすげえなと思って雑草。 だってあんだけ掘り起こされてごちゃごちゃしてんのにごちゃごちゃされてでこうなんていうのすっごいもうまっ,っさらな状態にされてるのに草生えてくるってすげえなと思ったんですよどういう原理と思ってもともとそこに草の種があったのかそれとも鳥が運んできた糞とか落とすじゃないですかだからそこのそういうなんかこう 循環みたいなんがあって土のあるところには絶対草生えるんやと思ったらなんか地球すげえなーって思いました、ね、何の話これ <laughs> や何か,か今日あんま話すことなくてなんかこんな話してみようかなと思ったんですけど、はい、で <laughs> であのね仕事行って。 ねそこから4時ぐらいからあの動画編集の仕事があったのでまあそれを8時ぐらいかな8時過ぎぐらいまでやってでちょっとご飯食べに行ってで帰ってきてっていう感じになったんですけどまああのー、今日すごく思ったんは今日もねその野球行ってる。 あの,そのメンバーっていうのが野球やってるメンバーっていうのがもうそのビジネスのグループあの僕毎月1回必ずビジネスセミナーに行ってるんですけど、まあ、そこの方々とあの毎週木曜日の午前中に集まってあ草野球やってるんですよ。でまずその 環境があるっていうことにすごく幸せやなって思ったのとあとなんかその、まあ、そのビジネスセミナー行ってることによって本当にいろんな人と出会えてですねあのー、みんなすげえいいやつなんですよね。<laughs> ほんまにみんなすげえいいやつで。あのー まあ僕なんか言ったらね月収2 3 0しか稼いでないですけど今ね稼いでないですけどみんなやっぱ同い年とか僕より下でも月収50から100ぐらいみんな稼いでるわけですよなのにねすごく優しくしてくれるんですよね <laughs> 優しくしてくれるしそのチャンスをね僕に与えてくれる環境やなと だからなんか、まあ、まず一つ言えるのが、まあ、環境が大切僕が今漫画事典をやってこれてるのもまあその環境があったからやしでまあ助かってますということでそこで学ばしてもらえるその思考というかその。 普通の人では考えれないような価値観とかマインドっていうのもそういう人たちと一緒にいるからまあ培ってこれたのかなと思っています。はい、でまあそれは手に入ったからといって、まあ、すぐお金に変わるわけじゃないんですけどあとは、まあ、行動するっていうことが一番大事になると思うんですけど。まあ あのー、それをね、この3ヶ月、もうあと51日、ん52日で終わりますけど、まあ、そこで結果を見せないといけないので、あのーまあ、ひとまず頑張っていこうかなという、また新たなね、あのー、決心というか、はい、がありました、いけう。 まあ、毎日思ってん,ねんけど、そういういの、うん、たまたまねその野球やってるときとかあとあ地球っていう環境はすごいなって思ったときにあ俺の環境もすごいなみたいなねなんかそういう訳 <laughs> のわからんつながり方がしたんでちょっと話してみようかなと思っただけですはい。 というね、ちょっと訳のわからない僕をですね、まあ、応援してくださる方いらっしゃいましたらあの、グッドボタンを押してもらったり、チャンネル登録してもらえると、あの、喜びますので、あの、よろしくお願いしますと。はい。じゃあ、今日は以上です。えー、面白くない話してすいませんでした。<laughs> では、失礼します。